この戦いは、第二次イタリア独立戦争中の1859年5月20日、イタリア北西部ロンバルディア地方のモンテベルドデッラ、バッターリアを中心に行われた戦闘。エリ・フレデリック・フォレ率いるフランス帝国軍と少数のサルデーニャ王国軍の連合軍が、フィリップ・ホン・シュタディオン・ウント・タンハウゼン率いるオーストリア帝国軍と戦い、フランス・サルデーニャ連合軍が勝利した。 第二次イタリア独立戦争では最初の戦闘であり、その規模は比較的小さいものであった。モンテベロの戦いで決定打となったマウリツィオ・ゲルベ、ソナス率いる、騎兵隊、マウリツィオ・ゲルベ・ソナス・プロンビエールの密約により、対オーストリア帝国への強力な後ろ盾として、フランスとナポレオン三世を味方につけていたカブールは、オーストリア帝国が先に攻撃しなければ、 フランスの援助を得られないため、オーストリア帝国国境近くでサルデーニャ軍を抗軍させてウィーン当局を刺激した。それに、危機感を抱いたオーストリア帝国は1859年4月23日に最後通帳を発し、サルデーニャ軍の動員を完全に解除するよう要求した。それがなされないことを見ると、オーストリア帝国は4月29日に、 サルデーニャ王国に戦線布告、密約に基づいて、フランスが戦争に巻き込まれる結果となった。戦線布告の時点で、サルデーニャ王国に駐留している、フランス軍はおらず、フランスは、南仏にも、戦力を分散させていたとはいえ、同じく列強である、オーストリア帝国に対抗できるほどの軍事力の重心は、パリを中心とする北部にあった。そのため、フランスは、 世界初の軍用列車の大規模使用を観光して、自軍を素早く、ピエモンテに移動させた。オーストリア帝国軍は、フランス軍がピエモンテに到着する前により弱体な、サルデーニャ軍を撃破して、戦争終結を目指したが、ロンバルディアのオーストリア軍指揮官である、ギュライ伯爵は慎重に、ティチーノ川周辺を特定の方向もなしに、行軍、やがて溶かして、攻勢を開始した。 彼にとって不幸なことに、大雨が降り始めてしまい、サルデーニャ軍は稲田を水没させて、オーストリア帝国軍の進軍を地帯させた。やがて、ギュライ伯爵率いるオーストリア帝国軍がベルチェッリに到着して、トリノを脅かしたが、フランス軍とサルデーニャ軍が、アレッサンドリアとカザーレモンフェラート近くにあるポー側にかかっている橋の守備を強化したことで一旦撤退を余儀なくされた。 いくつかの小集落では何度か両陣営による小ゼリ合いも発生しているが、組織的なものではなく、ただし、小集落ジェネストレロで起こった衝突は、例外で死者を出すなど、比較的大規模なものに発展した。この際、槍兵部隊のノバーラ第5連隊、アオスタ第6連隊及び騎兵隊のモンフェラート第13連隊によって構成される軽量団を率いて、 応援に駆けつけたマウリツィオ・ゲルベ・ソナス大佐は、高い指揮能力を発揮し、戦後にその武君を称えられている。その後、5月20日ついに、モンテベルドの戦いが開戦。これが、本格的な初の軍事衝突となったが、サルデーニャ軍は、兵力として少なく、フランス軍隊オーストリア帝国軍の様相を、呈していた。フィリップ・ホン・シュタディオン・ウント・タンハルゼン率いるオーストリア。 帝国軍に個軍団とエリフレデリック・ォレ率いるフランス第一軍の一個師団の間で戦われた。オーストリア帝国軍の人数はフランス軍の3倍だったが、フランスが勝利し、オーストリア帝国軍は敗走を余儀なくされた。また、上記の通り、サルデーニャ軍の兵力は限られていたが、その中でもマウリツィオ・ゲルベソナスはこの本戦でも高い能力を発揮した。戦後、 今回の戦闘で活躍した、ノバーラ第5連隊、アオスタ第6連隊及び騎兵隊のモンフェラート第13連隊は、ヤリ兵部隊、モンテベロ第8連隊として再編成され、それは現在でもイタリア軍の連隊の名として残っている。敗北したオーストリア帝国側はいまだ、サルデーニャ王国に対しては、優位を保っているとしつつも、準備の10年間で想定以上に、 サルデーニャ王国が軍事力や戦術を強化していたことを認識し、さらにはフランスとの軍事力の差も明らかとなった。早期終戦も不可能となり、戦時体制への転換を余儀なくされた。また、ギュライ伯爵はモンテベルの方角に、普通、サルデーニャ連合軍の主力があると誤認し間違った方向に兵を進めた結果、続くパレストロの戦いで不意をつかれ、 戦力的に劣るサルデーニャ軍単独に敗北する失態を犯した。また、トッリチェ・ラベルツァーテでは、オーストリア帝国軍の将校カール・フォン・ウルバンが、イタリア人一家を虐殺していたことが発覚。カブールは外交的手腕を用いて、カール・フォン・ウルバンを逮捕するよう訴え、イタリアだけでなく、オーストリア帝国でも、波紋を呼んだ。ありがとうございます。